表、2度のワールドカップメンバーに選ばれたキム・ヨンテがゴールマウスを守るソンナム。レッズは攻撃のキープレーヤーです。レッズの背番号10ポンテ、一人でしっかり決めた。サポーターに向かって指を突き上げたポンテ。いや本当にね、サポーターの素晴らしい声援、ポンテが蹴る前はすごく静粛してですね、ポンテのキックが集中できるようにした。そして今度はアウェーのチームが蹴るとき、これ多分ずっとブーイングだと思いますよ。この辺がね、どう左右するか。浦和レッズのゴールマウスを守るのは鈴木亮太、しかしその後ろのサポーターも守ります。キッカーはキャプテンキム・サンシク。わずかに脇の下。いやー、読んでた。まず共に1人目は決めました。さあそして続いてレッツはワシントン、フェイスガードは取りました。痛みの中でレッツに勢いをつける先制点を取りました。そして120分戦いました。見つめる田中達也、そして選手たち、サポーター、エースも決めた。2人成功。いや、振りからゴールスピード速かったですね。この振りから一瞬にして蹴ってきました。2対1と浦和レッズがリード。レッズ3人目は22番阿部勇樹、落ち着いて決めた。これで3対1。痛む足を引きずりながら、しかし表情には笑みがこぼれました。新藤さんね、はい、阿部立ち上がれなかったんですよ、一人でね。相当痛いと思いますね。よく決めましたね。そして出迎えました。さあ3対1、ソンナム3人目は今度は今日ワンゴールのキム・ドンヒョ。方向は合っています。しかしキム・ドンヒョ決めて3対2。3人ずつが終わります。さあそして続いて出てきたのは9番の永井。まあ、永井はね、僕は思い切ってこういうテクニックのある選手は思い切って打ってほしい。
れる選手たち、静まり返ります埼玉スタジアム。長井とキム・ヨンデの勝負、決めた、逆をついた、これで王手をかけました。決勝へ王手、4年成功。これで浦和レッズは4人ともに成功。ソンナムの次の2番パク・ジンソクが外せば、その時点で浦和レッズの決勝進出が決まります。4対3、鈴木の逆をついてきました。レッズはここまで4人全員成功。さあ最後のキッカーに指名されたのはこの平川。苦しい戦いでした。勝負をつけるか、決めた、アジアのファイナリストへ。浦和レッズが史上初めて勝ち名乗りを上げました。浦和レッズ FC チャンピオンズリーグ決勝進出、 Jリーグチャンピオン、ソンナム・イルファを PK 戦の末に下しました。松木さん、はい、最後は平川が決めてくれました。そうですね、というかね、もう全ての浦和のレッズ、全て関わっている選手、コーチ、そしてサポーター、はい、もう全ての力がね、やっぱり今日のフラレッズの勝利を運びましたよ。これは出てる選手も出てない選手も関係ない、これはもうみんなの力だ。いや本当よく決勝行きました、おめでとうございます。本当に選手たちの喜びが溢れています。川添さん、今ちょっと聞こえますか。はい、川添さん、いかがでした。いやーね、プレッシャーあったと思うんですけどね、このサポーターですよ、やっぱり何と言ってもね、後押ししましたね。今サポーターからも大歓声が起こりました。そして足を痛めたトゥーリオも決まった瞬間にピッチに飛び出していきました。お願いします。ホームで迎えた準決勝第2戦、長く厳しい戦いの後に笑顔が訪れました。ホームアンダーウェイ、180分では決着はつきませんでした。延長前後半の30分を終えても決着はつきませんでした。最後は PK 戦、これで浦和レッズは11月7日